ケール1の星読みの魔術師とスケール8の時読みの魔術師。これによりレベル2から7のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚。まずは皆さんに新たなペンデュラムモンスターを紹介します。レベル2のエンタメイトチアモール。そしてもう一体、輝きと共によみがえれホットアイズペンデュラムドラゴン。